どんな感じですか、症状。症状としてはですね、うん、まあ食に関わらずなんですけど、うん、おかえり番のけばん、どうもうんちゃんです。突然ですが、うちの夫バンディが不感症になってしまいました。不感症って言っても食の不感症ですねコンビニにご飯買いに行っても何が食べたいかわからない、家で何が食べたいか聞いても食べたいものがないと、何も美味しく感じないらしいんですね。本当になんかそういう時期ってあると思うんですけど、私もあって、カップラーメンしか口にできない時期というのもあったんです。そういうのはね、刺激がないとね、回復しないと思うんですよね。美味しいとかっていうのじゃなくて楽しいとかね。なので今日の夜ご飯をこちらでね、楽しくバンディのためにね、いろいろ工夫して夜ご飯をね、食べてもらおうと思います。それではね、ちょっと用意していこうと思います。で、一回閉めて、今回用意したのは寿司トレイン。もう結構みんながね、動画にしてね、もうやり尽くされたやつですねこれをね、なんと3つ買ってまいりましたお値引きされてね、格安で売られてたんで、ちょっと奮発してね、3つほど買ってきました。3つ買った理由はね、この3つしかないんです。お皿回すところが9個にして回して、刺激のあるお寿司をね、回そうと思っているので、刺激のあるお寿司です。ただのお寿司じゃないですよ。お腹減った。あれあれ来た。何それ何してるんびっくりした。あれ、撮影してたんですよ。何それ回転寿司トレインが3つもあるんだけど。ワンディが来てしまいましたので、もうしょうがないから一緒にやりましょう。おいで。何これ3つも買った。なんで来る。寝てたんじゃないん。いやいやいや、なんで帽子かぶってる。寝てたんじゃない。今ちょっと買い物行ってたんだ。あ、そうな。これでさ、今日食の不感症の夫に楽しんでもらって。そうです。食の不感症を患っております。ね、どんな感じですか、症状。症状としてはですね、うん、まあ食に関わらずなんですけど、うん、なんかこう感動するとか、なんかイエーイとかっていうことが起きにくい時期が来てますね。もともとね、無表情なんで。そうですね。ミスター無表情だったり、する部分もあったりすると思うんで、もともとミスター無表情で不感症だったらもう何も残らないじゃないですか食べなくてもいいんですよ。もうあれでいいんですよ、液体でいいんですよ。僕はもうただの栄養が詰まって液体でいいんですよ、本当に。食の不感、そうです、食の不感症を患っております。これどうしたの ?3 つも買ったの ?3278円って書いてある。あ、そんなに高くなかった。2000円ぐらい。ああ、確かにちょっと色褪せてる。え、これで今日は寿司をするんですか。そうそう、寿司をね、しようと思ってね。大人買いじゃん、3つとか。大人はね、買うんですよ、これ。3つ、うん、めっちゃいいじゃん。売られるじゃん。これなんで3つ買ったの。だってこの、3個しか皿乗せれないから。3個じゃつまんないじゃん。9個乗せたいと。そう、9個乗せたいです。なるほど。大人買いですね。なかなか大きいのかもしれないな。ここにまっすぐなのが。まっすぐはあるけど。今、回転寿司屋さん行っても、お寿司回ってないからね。そうなの。回ってるの食べるの好きなんですよ。優柔不断な僕からするとですよ。決めなくても次のやつ何か食べたそうなのが来るってめちゃめちゃいいじゃないですか。行きますよ。めっちゃ遅いね。もう少し回ってくるのは時間かかる。どう？見た目は面白いけどね。ただやっぱ回ってくんの遅いんで、こいつらも用意しましょうよ。寿司の重さによって速い列車ができたりして事故が起きるかもしれないけど贅沢だね、これ。行くよ
私的にはもう一個あってもよかったかな。線路短くした方がいい。どうですか？乗せよっか。そうだね。よし、じゃあ用意します。はい。できました。できました。どうですか？楽しい。食べてみてください。はい。何からいこうかな。これ。飲みたいかなと思って。いやいや、パックジュースはよく乗ってるけれども、パック鬼殺しを、パック鬼、そう、パック王関はなかったんで。じゃあこれいただきます。マグロ、うまい。ちょっと辛いね。おお、おお、刺激をプラスしておいたんで、ね、みかん塩だから。全部。わさび多くない？めっちゃわさび多いですね。全部多いの？全部。たまたまかと思ったら全部多いんだ。でも食べれるでしょ？ギリギリです。あ、みかん塩治るわ。うわあ。おお。辛い。あ。大丈夫。あ、これ何？唐揚げです。よっしゃ。多分これも辛い。わさびの方が強すぎて分かんない。あ、楽しい。他にもお酒あるんでね、よかったら楽しんでいってください。ありがとうございます。僕の不感症のためにも。楽しいよ、本当に。あ、そんなに入ってない、それは。いや、結構入ってるよ。これですよ、うん、治った？いや、多分治ってはない。以上です。なんかどっか旅行とか行ったらなんかね、今度これになんか他の乗せてもいいかもしれない。うん、かもね。ありがとうね、僕のためにこんないろいろ。うん、ね、でももう一回はしないかもね。めいっ子が来た時に。めいっ子来たらやろっか、じゃあ。やるかもしんないです。はい。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。お待ちしてます。いつもうんちゃんが作るご飯は美味しいよ。ほんと？うん。でもすげえ美味しいってわけじゃないでしょ。それは僕の不感症のせいだっただけである。それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。みずちゃん。